聞こえない。せたせいこらよ。しょうもない、しょうもない。誰が58じゃん。58。マグロという役職入ってますね。はい、知らない方もいると思うんですけどもね、マグロという役職は、第三陣営でございまして、3秒以上止まると死んでしまいます。勝利条件は、最後まで生き残れば勝利となります。初手ボタンを押してから会議が終わって次のターンからずーっと3秒以上止まると死にます。お前インポスターだろ、分かってんだろ。俺たちやるやつ。インポスターじゃないんだろうね。でもお前インポスターだろ。お前インポスターじゃねえからな。怪しいな、お前。インポスターじゃないよ。お前ね、一生つきまとうからな、ポテト。え、ハッチャインポスターじゃん。ハッチャインポスターなの？ちょっと怪しいの？え、なになに？おいらすハッチャンインポスターなの？ハッチャンインポスターじゃないよ。やめて。ハッチャンインポスターでしょ？気持ち悪いな、その魚。あれ？え、あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。全部僕が食品に。ダブルキルの予定だったんだよ。何すんだ。だがしかし、ラゴッチ、悪かったな。俺は死にやるから。え？覚えてる？左抜けてた人は中野地、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 だよね、だよね、だよね、だよね。俺セリフ、俺セリフなんだって。俺がセリフです。俺セリフですよ、マジでガチでセリフ。俺がセリフです。俺ガチでセリフ。あのデッキの方で夏を切ってます、僕。そう、うん、そう、はっちゃんと俺が同時にダブルキルしちゃったよね、気づいたら。シリアルキラーがいたんじゃない？どっちかに。え、待って、あれ待って、はっちゃんいった？え、いや、はっちゃんにし、なんかシリアルキラーって、あれ気のせいか。なんかシリアルキラーっつってめっちゃ叫んだところでなったけど。だよね。だよね。言ったよね。あれはシリアルキラー。あれはシリアルキラー。はっちゃん。いや、シリアルキラー切ったって言ったかも。なんでシリアルキラー限定の。なんでシリアルキラーって分かったん。いや、あの2分の1だしと思って。なんか怪しいね。じゃあインポスターでよくない？シリアル食ったって言ったかも。なあ、なあ、やあと1秒で切れたのに、中野って最悪やマジで。おい、お疲れ様です。はい、もうマグロいちゃ動いちゃダメだからね。え、何ですか？ダウンロードなかった。おいっすー、おいっす。なんか早くない？はっちゃん早くない？いや俺ね、はっちゃんタスク早ない？ちょっと、え、ゴミ箱は一発よ俺いつも。おいっす。早すぎ。おいっす。わ、ギリギリ3秒以内で動いてる。僕ギリギリ3秒以内で動いてる。うわー、バレる。やべ、俺がマグロ。おいっす。 2.5 秒ぐらい。 2.5 秒、 2.5 秒。マグロってバレる。俺がマグロってバレる。僕死んでます。あら、あれ、タケ、あれ、え、あら、で僕1、2、あうってやったから僕できないです。鍋やつな。まあ確かにやってはいた。どちらにせよ、あー、海ではなさそう。瀬戸朝日の役職はインポスターです。うわー、あー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、瀬戸、瀬戸、はい、瀬戸、瀬戸、マグロ、マグロ、マグロです。あー、しまった、マグロなのに。あ、そう、もう一ついい。あ、もう一ついい、最後に。はっちゃんさ、あのタスクやってたんだけど、はい、全部3秒以内でタスク終わってた。まあ、そういうタスクでしたね。あの、マグロ、マグロです、僕が。瀬戸、瀬戸朝日がマグロ即バレでわら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 。それやばすぎ。わらわら自動読み上げ音声なの。マグロ、マグロだろ、てめえ。最悪や。全部3秒以内で終わってるぞ。夏目会方、夏目会方、夏目。なあ、全部3秒以内で終わってる。いた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 。こいつ早いっすよ、タスク。早い、早いぞ、タスク、はっちゃん。早すぎないか、待って。早いよ、タスク。タスク早すぎないか、はっちゃん。覚えれなかったじゃん。覚えれないよ、おかげで。止まれよ、止まれよ、じゃあ。早やっていいか、おい。ダーイエーイ。
マグロ一本釣りしました。あ、でも瀬戸朝日なんかすごいね、猫ダサいとか言われてましたけど、ここで俺が占って白で、だから言ったらこのポンコツかって言いたいやつなんじゃないかな、これ。ひよっていいんですか、はっちゃん。ひよっていいの。ひよっていいんですか。あ、分かった、占いやった。インポスターじゃねえか。インポスターじゃねえか。なんなんだよ、謝れよ、謝れよ。何だったんだよ、今。そうなの。インポスターなのかよ。おー、しかもスプリットすんのかよ。インポスターなのかよ。インポスターなの。何だったの今の時間。返してほしいんだけど。ミサトラン、まあ停電意識が低いか直さない掃除がちょっと気になったかなぐらい。死んだよ。ミサトランじゃ死んだ。死んだんだもん、新鮮なうちに。これ占いしません。じゃあここで重大発表していいですか。はい、瀬戸朝日の役職は第三陣営です。うわ、むずい。うわ、むずい。スキップ、スキップ、スキップ、スキップ。ほら、4票まずい。すいません、もう占い師じゃないでください。アホや。占い師、いや、僕を占いでください。今後、もう僕を、なんか4連続ぐらい僕を占うっていう。何だなそれ。わかりました。もうじゃあ僕もエンジンでポテト揚げてますわ。じゃあもうエンジンでポテト揚げてるんで。だね。はい。じゃあエンジンで揚げてもらって。どっかで死なしないなるんだ。いやもうここで待って。おお。わしくらいや。じゃあすみません。フライドポテト。フリーハグ。フリーハグ。フライドポテトね。ポテト分かってるやん。シェイ、あなたと食べたいポテト、君と食べたいポテト、つまんでつまんでポテト、テイノがわかるです、ポテト。ポテトのサイズも SML、俺が求める SOS。いえ、今すぐポテト、あなたと食べたいぜ、ポテト。テイノ、テイノ、テイノ、どもがわからす、俺の裏の裁縫はわかりますか ?SML からすべてのサイズにテイノ、いや、俺はポテト、ハンバーガーのお供じゃないぜ、俺が主役。今日はうまうぜ、マックの看板。ビッグマックには負けないスタイル。イエーイ。すげえ。素晴らしいよ。お前すごいよ。チャゲさん。チャゲさんっぽいの。占い師です。占い師いてんだ。瀬戸朝日の役職は。また占ったの？ねえ、来ないでくれ。ねえ、来ないでくれ。占い師もまた占ったの？瀬戸の役職気になるってやめろって。なんだろ、俺の来ないわ。何だったの？何で気になるんだか。めちゃくちゃ気になる。アモマスじゃないこれ。もう人狼殺や。お前なんで、お前なんでそんな動いてんだこいつ。竹雄さん止まれよ。いや、だって目の前に人参がぶら下げられてるから。竹雄さんちょっとどうしたんですか。ん、いや、話進めて。構わず。ちまちま動いてるよ。ってことないよ。竹雄さん？構わず進めて、話を。すっごい、すっごい歩いてるよ。いや、ちょっとさすがにそれは。ちょっと待って、すっごいよ。はい、ちょっと。絶対マグロやん。いや、マグロじゃないって。マグロじゃない。マグロじゃない。だって、見てろ、見てろ、見てろ。いや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 、3秒以内、3秒以内に動いてるから。いやいや、まあ、マグロじゃないってん、ほんと。マグロ、マグロか、めっちゃ人参欲しがってる人かやな。合ってなかったの？そうなんやな。うん、なるほどね。はっちゃころ、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 なんか始まったぞ。おいおいおい。もう反省会しといてもらうためにそうですね。それなら良かったです。ここからはもういがみっこなしで、うん、いがみつだけなしです。これはオッケー。ふざけんなお前のクソガキ。これせざせこらしょうもない、しょうもない、お前の方がしょうもない。
かどうかみたいな。はい、しょうもないじじ。なあ、じじじ誰が58じゃん。58って言ってないのに、もう言ってないのに、お前が自分でも58じゃん。俺が自分でも58じゃん。お前が58ってもう認めてる証拠やね。お前が言ってるからやめてよ。言ってる証拠、言ってる証拠もこれ。クソガキンチョコ。もう浸透しちゃったね、もう。浸透心理まで。してねえせ、別に。してるしてる。お前の浸透心理にもう58がもう染みついちゃってるから、もう58じゃねえわ、だからや。ギャンギャン、もうアホアホ、おい、議論全然聞こえねえだろ。バーカバカ、お前だ。バカバカバカ、見ろ見ろ、結果見ろ結果見ろ、シリアルキラーなのに、くせ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 、お前なんでもいいけど、臭いって絶対言うな。こいつ臭いわ、臭いわ、お前一番傷つけられないよ、お前臭い、聞こえねえのか。あれ、テルテルなの、死んでるザコがいる。あれ、ハッチャン、テルテルなの、死んでるザコがいる。うっせえな、てめえよ、黙って見てろ、お前。こっちはの役職なんすか。ええ、テルテルだよ、うるせえ。はい、誰しやってんねん、誰しテルテル、悪いよ。ええ、だめーテルテル、悪いよ。ごめんなさいね、テルテルで、すいませんね。怪しい動きいっぱいしようとしたところ、起きなかったから。うっさいわ、テルテル、マジで黙ってろ、お前も。こっちの仲間、仲間。おめえらもテルテルみてえな動きしてるけどな。どういうことかわかりません。意味がわかりません。ガキがお前ら。うちの仲間だよ、僕の。てめえ、議論聞けよ、ペー、てめえ、バカ。ペーてめえ、ペーてめえ。ちっちゃいな、お前。ちっちゃいこと、ツッコんでくれ、バカ野郎。カメラの前で突っ立ってもらえばいいじゃん。え、みんな僕に入れる？あー、すっきりした。もうよくわかんないけど進んでれば議論